ちょっとあそこの切り抜きさん、ちょっとあそこ切り抜いてよ。バッサーのあのコメント欄に有名人がたかった時の文句言ってる、バッサーの TikTok のコメント欄に集まる有名人に俺ボロクソ言ったのに、あれ切り抜いてほしいわ。あれあそこ切り抜かにゃ、あんだけグッズ買ってる俺ですらコメントしなかったのに。じゃあお願いします。ちょうどミュートなってる、服見せてるとこミュートなってる、最悪や。あったチェックマークついてるやつがいっぱいいて、なんか気持ち悪いみたいな言われてる、なんか妹が言っててんけどさ、本田翼さんと那須ほほみちゃんだったらどっちが、那須ほほみちゃんTikTok でちょっと名前の売れた子たちが本田翼さんに認知されたいというか、結婚してくださいとか婚約者が見つかりましたとか、すごいあやかってさコメントしてたんや。俺もそれ見てて、うわなんかめっちゃ湧いてるなと思っとったけど、まさにそのことが炎上してた。でそれ言われてから次の本田翼さんの新しい TikTok の動画に誰もコメントしてなかったそこでコメントするやつがな、真のねあれなんよ。なんでそこで引くかなそこでコメントせな。俺はそんなん言われても本田翼さん推してますと、ガチで好きなんですと、そこで引くとね、結局は絡みたかっただけなんや。俺なんか本田翼さんのマグカップクッションも持ってます、ね、クッションなんか2つ持ってますよマグカップも買いました。で本田翼さんのアマゾン限定の写真集も2冊買いましたポーチ付きのやつも2冊買いましたよそれでもコメントしてない、こんだけ好きやのに。どっちが真の本田翼ファンですかTikTok の皆さん、 TikTok かよ、見てるか見てへんやろ、見てへんやろ、絶対見てへんやろ。どれよ、まあ、俺チェックマークついてないから多分スルーされてたけどな , 笑いすぎたけど、俺チェックマークついてないから多分誰こいつキッショと思われるだけかっこ本心ではありません、はい。しゃあ俺炎上しそうやから言うときは本心じゃありませんから。でこの後にそれを見、俺みたいに本田翼さんのグッズ写真集全て買ったやつがコメントしていいねちなみにパーカーと T シャツも持ってますよ本田翼が印刷された T シャツ半袖の、それでもコメントせん俺はあれおもろいやん俺、これ深夜やったからちょっとあんま覚えてないな。見てるか TikTok か、チェックマークついてる TikTok か、なさし炎上するなこれ、 TikTok に拡散してくれこれ真のバッサー切り抜くやったらこの子に持ってるのか見せてみろよ。おいおいおい、切り抜くやったらこれ落ち着いた俺入りで切り抜いてな、こん時の俺だけやったら印象悪すぎる。それ彼女できた時どないする、えなんで彼女ができて、サブスクあるたまーす。何が恥ずかしい、全然恥ずかしくない、俺胸張って言うよ。ナスほほみちゃんが好きだとサブスクあるたまーす彼女ができて俺本田翼好きやねんって言って何が恥ずかしい、全然恥ずかしくない、俺胸張って言うよ。ナスほほみちゃんが好きだと、ナスほほみかい、もう本田翼ちゃうんかい。このシャワーとはじゃあ本田翼さんのパーカーと T シャツ持ってきたるわ、写真集買った人しかゲットできないポーチも2つ持ってきたるわそこまで疑うなら。で確かこの後にこれミュートなってんねん音が。ほらこれ写真集な、ポーチ付きの写真集、クリス・セールとランディ・ジョンソンとムッシーナと大谷翔平とハーシュの横で本田翼を披露する俺